どうもカフェポスターです、よろしくお願いします。確かにお前の言う通りブロッコリーってシルエットはすっごくキノコだね。言ってないわ。言ってたのお前じゃなかった。誰と何喋ってたの。お願いします。よろしくお願いします。自分の意見を言えずに周りに流されちゃう性格を直したいんですよね。あ、そうなん、なんかそんなイメージなかったけど、まあ、正直装ってるだけで溜め込んじゃってんのよ。あ、そうやったんや、うん、まあでもさ、よくある簡単な話題とかやったら、まあ、自分の意見ぐらい言えるやろ。簡単な話題ってどういうの。あ、まあじゃあ例えばほら、無人島に何か一つだけ持っていくとしたら何持っていくかみたいなやつ。無理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 。あ、無理。そういうのが一番難しいね。パッて思いついたこと言うだけやで。お前は言えるの、何持っていくか。あ、まあ俺やったらライターかな。ライターではないかな。それは分かってんねん。あ、そうなの、うん、じゃあお前は何持っていくの。救急箱やんか。救急箱。怪我したら包帯で治せるし、体調悪くなったら薬飲めるしね。まあいろいろ言いたいことはあんねんけど、まあいいんちゃう、その感じで意見言っていったらいいと思うで。なんて言えるわけもなく。ライターやな。何してんねん。なお前の言う通りライターやと思う。思ってないやんな、うん、だってライター火使えるもんな。だから俺はライターがいいんちゃうかって言ってんねんけど。だからあれか、ライターも雨に濡れちゃったら使い物にならないから。いや、その葉っぱの下とか濡れへんとこで使えばいいだけよ。それやったらゴルフバッグ一つ持ってた方がいいやん。ゴルフバッグ、なんか寝袋になりそうやし、入りきらんやろ。あと砂浜でも遊べれそうやん。いや、バンカーでずっと楽しないねん。なんて言えるわけもなく言ってんねん。ライターやな。漫画かお前。漫画のあの頭の上の白いモクモクのやつやんなよ実際に。何も溜め込んでないでお前。ライターやな。ライターと思ってないやんか。だからあのライターの小さい火をどうやって大きくするかって話やけどな。まあ、言ってないことにすんなよそれ。それやったら工具セット一つ持ってた方がええわ。お前のやつずっと一個ちゃうで。なんなん工具セットって。なん、いえ、略すなよ。ライターやな。なんて言えるわけもなく略して使いやすいようにすんなよ。また溜め込んじゃってるわ。どこがやねん、もうええわ。どうもありがとうございました。